はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、月曜日からはこれ、スマホ決済、キャッシュレスキャンペーン、まとめ、楽天ペイ、メルペイ、ペイペイ、ラインペイということで、今回は、日曜日ということで、まあ先週1週間あったキャンペーンを今回もまとめさせていただいて、あとはですね、今回から月曜からどのキャンペーンを使えればいいかというのを簡単にお伝えしたいと思います。それではまずは楽天ペイからということで、こちらはローソンにて楽天ペイアプリをご利用でポイント最大 2.5 倍というキャンペーンですね。で、詳細なんですけども、楽天ペイで決済をしたらポイントが 2.5 倍戻ってくるということですね。あとはこれは楽天カードが必要ということ。今回のキャンペーンにはまずエントリーが必須と。そして上限は1万ポイントまでとなっております。で、ローソン以外にも、あとはナチュラルローソン、ローソンストア100でも OK ということですね。そして、期間は6月の3日から8月の31日までとなっております。次にメルペイですね。まあ、メルペイといえばもうこちらの破格のクーポンですね。まずこのコンビニ3社で使えるクーポンということで、まあ、例えばファミリーマートの11円でジャンボフランクが買えたりとか、あと唐揚げくん、ローソンで唐揚げくんがレギュラー16円で買えたりとかできますね。で、気をつけてほしいのはこちら端末によって結構使えたり使えなかったりすることもあります。で、クーポンによっては使い方が異なるので、まあ、必ず使う前にはクーポンの詳細をしっかりと確認ください。で、あと期間は6月の17日までということですね。ちなみにメルカリの登録をしてない方がいましたら、招待コードはこちらを入力していただくと300ポイント入りますので、今回のキャンペーンなどでぜひ試してみてください。次にペイペイですね。今回は7月からのキャンペーンが発表されました。まあ詳細とすると、対象となるのはランチタイムやスーパーとかですね。時間が決まってまして、毎日午前11時から午後2時までとなっております。期間が7月の1日から7月の31日まで、来月からですね。ユーザーによっては 10% から 20% まで還元されると。そしてペイペイチャンスもあって、まあ、対象店舗に関しては後日発表されるということになっております。ということでですね、先週発表されたキャンペーンでしたが、まあ、ここからは月曜からどんなキャンペーンがおすすめなのかということで、今回は大きく分けて2つほどあります。まずは LINE Pay からですね。送金マックス20倍キャンペーン、初めてのモバイル送金は LINE Pay で最大10万円相当が当たるキャンペーンということですね。まあ、詳細なんですけども、互いに送金し合うことで抽選を受けることができるということですね。次に、こちらは必ず銀行口座が登録が必須となっております。あと LINE Pay に関しては残高とかボーナスでも送金は可能となってます。で、送った側と受け取った側で山分けですね。あとは例えば5000円分を送ったとしたら、1等の10万円相当など抽選で即時抽選が開始されるということになっております。まあ、それぞれ本当送金した時点で自動参加されるような仕組みになってますね。まあ、期間に関しては2019年の6月の10日月曜日の8時30分から6月の22日土曜日の23時59分までということですね。そして最後2つ目はペイペイですね。まあ、現在は6月のワクワクペイペイのドラッグストアのキャンペーンの真っ最中ということで、こちらに関してはユーザーによっては 10% から 20% 還元、あとはペイペイチャンスもありということで、あとこちらに関しては僕の動画でも紹介したんですけども、松本清とか、あとはツルハグループとかキリン堂とかでも対応したんで、まあ、これは個人的には嬉しいですね。まあ、期間は6月の1日から6月の30日23時59分までとなっております。ということで、まあ、6月からはペイペイのドラッグストアのキャンペーンで、まあ、食材とか生活に必要なものを購入して、あとは LINE Pay の送金のキャンペーンをお友達や家族などと楽しむのが一番いいのではないのかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。先週発表されたキャンペーンのまとめと月曜からの過ごし方ということでまとめました。ぜひですね、まあ、ご自身に合ったキャンペーンをうまく使うのがやはり一番いいのではないのかなと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。